に今の一手でこちらの布陣を崩すとはさすがですさて次はどう打つか。あやか、どうも、オイラたちだぞ君たちか、久しぶりだね。悪いな、お嬢ならちょうど外出中なんだ。おや、この声はトーマ、もしかして九段の旅人さんかい？ご明察。はじめまして、綾香から話は聞いています。お会いできて光栄です。社奉行上里家当主上里綾人、以後お見知りおきを。妹がいつもお世話になっています。やっとお二人にお礼ができますね。ただあいにく綾香は外出中でして、上里家に関することであればこの私にご相談ください。本日はお日柄もよく、この度は突然のご訪問、誠にご容赦をいただきたく。突然どうしたんだい？だってこの人なんだかすごそうな雰囲気が漂ってるだろう。オイラのヤバいやつランキングの中でも5本の指に入りそうだぞ。それに立ち上がっただけでなんだか部屋の空気が急に変わって喋りにくくなるし小さなお客さん、過分なお言葉感謝いたします。そうかしこまる必要はありません。公務の場ではないので、どうぞ力を抜いてください。はぁ、しんどかった。そんじゃ遠慮なくズボッと聞くぞ。九条かまじと柊木千里が結婚するって噂が流れてるんだけど、お前は何か知らないか？おや、あなたたちの耳にも入っていたんですね。なるほど、そうでしたか。ええ、確かに事実です。私も少し前にそのことを知りました。二大奉行の有力者同士の婚姻です。稲妻全土で大きな話題となるでしょう。祭事や文化に関することは社奉行の務め、その件も当然我々の管轄になります。まあ、ある意味奉行と将軍様のメンツは人々から同等に見られるからね。こちらも重要視しないといけない。ほもほも、なるほどな。まあとりあえず好きな人同士が結婚できるんだし、おめでたいことだよな。ええ、そうですね。奉行間の婚姻は滅多にないことですが、あのお二人は愛を育んだ者同士、固定観念にとらわれることなく自由な道を歩むべきでしょう。では後ほど俺が両家を訪問し、上里家からの祝いの品を届けてきます。うん、いや、今回は私が自ら出向こう。え、しかし若にはまだ公務が。九条家と柊木家が婚姻関係を結ぶのだから、上里家も相応の礼を尽くすべきだろう。社奉行の業務は実に雑多、そのため婚礼などの祭事はいつも妹に任せています。ただ綾香はここのところ多忙で手が回らない状況なんです。一方私はちょうど時間が空いています。これを機にお二人に会っておくのも悪くはありません。そこでどうでしょう、あなたたちも一緒に行きませんか？この件を気にかけているということは、あなたたちとあの二人の間には何かしら特別な縁があるということであれば、共に訪問し彼らを祝福しませんか？それとも私の勘違いでしたか？そんな特別って言えるほどの仲じゃないぞ。まあいろいろありはしたけど、ごく普通の関係というか、手紙を送ったのもただ依頼を受けたからであって、って、ん？待てよ、もしかして
オイラたちがこの結婚の影の立役者なんじゃないか。そうなのか。ありがとうございます。あなたたちがいてくれれば無意味な挨拶を多少省くことができるでしょう。お前、シャブ業のくせに挨拶が苦手なのか。おや、わざわざ世辞を言うなんて煩わしくはありませんか。世の中そういった煩わしいことを好んで行う人もいますが、私は違います。トーマ、客人と出かけてくる。家の中のことは頼んだよ。はい、若、お気をつけていってらっしゃい。